松の屋さんに晩ご飯を食べにやってきました。これ行った時がロースカツ定食500円の特価セールの日だったんですけど、そのロースカツは3つから選べたんですね。1つがポテサラ付き、そして1つが味噌ロースカツ、そして最後がおろしポン酢のロースカツで、選んだのが味噌ロースカツですね。その500円の味噌ロースカツ、こんな感じです。これが500円はちょっとないですよね。いやもう普通にロースカツ定食してますよね。で、あの小さいのに入ってるのがこれ赤味噌ですね。で、家族も同じ、味噌ロースカツ。家族はご飯小ですね。私はご飯が特盛りです。それでは松の屋さんのロースカツいただきます。この厚みがね、ちょうどいいんですよね。厚すぎず薄すぎずちょうどいい厚み。さて、この味噌ですよね。味噌がどんなテイストなのか。あ、甘めなんですね。甘くてとっても美味しいですね。あ、コクがありますね。甘くてとってもコクがあります。なので辛子がよく合いそうですね。これたっぷりめにつけていただきます。あ、甘めで美味しいな。食が進みますね。甘めなんで辛子がこんな感じ合いますね。ツンとした辛子が甘い味噌に合います。そしてご飯が進む美味しさです。さて今度は先に辛子をつけてからの赤味噌で食べてみます。赤味噌いいツヤしてますね。甘いんですよね。甘優しい甘さ、そしてコクががっつりありますよ。甘くてコクあり、たまんないですね。とっても美味しいです。あ、そうそう、松の屋さんの、フレンチドレッシングは当然松屋さんと同じなんですね。なので甘めてとっても美味しいフレンチドレッシングです。ついつい、フレンチドレッシングダクダク派で食べちゃいます。これはサイドでオーダーした唐揚げですね。あ、カリッカリですね。外カリッカリ、そして中がジュワッとして鶏の旨みもあって美味しいですね。醤油ベースの味からもう味付けされてるのでこのままでもとっても美味しいですね。この唐揚げもご飯が進む美味しさです。ご飯は特盛りまで無料だったんでまだまだご飯ありますね。食べ応えあります。さて今度はからし多めにつけて味噌の甘さに負けないぐらいのからしをつけたんですけど、あ、これいいバランスですね。いいバランス、コクのある赤味噌、甘めの赤味噌に、からしがツンときてこれちょうどいいバランスで、これもご飯が止まりませんね。そして締めはもう味噌にドバッと、ロースカツをつけて、まずはご飯の上にバウンドですね。ロースカツにたっぷりつけた味噌がご飯にこんな感じ染みちゃうんですよね。これが染みてるんですよね。そしてロースカツが味噌の甘さとからしのツンがたまんないですよ。そしてこの味噌が染みたご飯ですね。これがまためちゃくちゃ美味しいんですよ。もうね、これだけで、この味噌だけでご飯一杯食べれそうなぐらい甘くて食の進む味噌です。甘くてコクのある味噌がとっても美味しい、ロースカツに抜群に合う、味噌ロースカツ、とっても美味しいのでおすすめです。それでは、ご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。